もう引っかかっちゃって通んないですもんね。若い時ちびまる子ちゃんみたいとかって言われちゃったりとかしてて、乾いた時の収まりの良さ半端じゃないですよ。はい、こんにちは、イメチェンチャンネルの内田です。今回ですね、お客様ビフォーアフターでイメチェン企画なんですけど、今ねちょっとカウンセリングをしててすごい変わりそうだなと思ったので、ちょっと急遽お願いをして撮らせていただくんですけど、まゆみさんです。よろしくお願いします。さっきちょっと話聞いちゃいましたけど、はい、状態的にはパーマをされてチリチリになっちゃってみたいな感じですよね。もともと宿毛矯正もしてたし、カラーリングもしてたし、はいはい、傷んでるから、デジタルパーマもどうかな、はい、うまくかかるかなっていうことを言われながらも、強行ってやっちゃったって感じで、やっぱりなっちゃったみたいな感じで。でもともと宿毛は定期的にかけられてたって感じですか？でも根元ぐらいしかかけてなかったんですけど、あとアイロンで自分でよく毎日こうやって毎日毎日こうくるりんくるりんってしてたんで、それでも毛先のこの辺、特にサイドをいつもこうやってたんで痛んだっていうところあります。根元宿毛を半年に1回とかですか？半年に1回ぐらい、だいたい梅雨、定期的に毎回。あ、じゃあ根元だけやってもそれが毛先まで行くじゃないですか。伸びるから。実質宿毛矯正をした髪の毛にパーマをかける状態にはなってると思いますね。あとからですよね、自分で白髪が気になるから時々自分でやったり、2ヶ月1回美容院でやってもらったり、カラーもしたり。あ、じゃあセルフカラーもちょっとしちゃってる感じ。してますね。ちょっと痛みがやっぱあったんでしょうね。結構広がりがね、髪の量がすごい多いからって、今回かなりカットで少なくしてくれたんですよ。それでもこんなになっちゃった人。なるほど。まあ、髪の毛でもすごい多いですねってよく言われます。悩みとしてはもうめっちゃ広がるみたいな。で、特に夜お風呂寝て、ね、はい、髪乾かして寝るとき、はい、もう寝る前一番憂鬱。動画を見ていただいたんですもんね。そうなんです、はいはい、それでもうすごい調べました。まさか私が出るとは感じですよね。なんか有名人に会えた気持ちです。いやいやいや、普段やってることを僕はリアルに撮ってるだけなんで、もう勝手にいい感じになりますよっていう。だから結構そのダメージのチリチリと髪の毛の広がりがやっぱりすごいあるので、こうちょっとどうにかしましょうか。結構これを良くしていくトリートメントもあるので、それとあと普段は結構短くしてたんですよね。一番長くってもこのぐらいで、短いって言ってもこのぐらいですね。印象だと前下がりにしてたんですよ。こうやってよく止めたりしたいので。印象的にはでもクールにしたいわけではないです。クールじゃなくてどちらかというと内巻きにしたい感じ。でも前下がりってちょっとクールな感じなんですよ。あ、そうなんですか。そうですね。もしかしたらそれにしなくてもいいかもなっていう気はしましたね。なんか骨格的には全然ショート向きだと思うし、全然問題ないかなと思うんですけど、やっぱちょっと広がりがやっぱあるから、この分厚さがすごい出ちゃってるじゃないですか。だからやっぱりパーマを落としてダメージを改善した時にどれぐらい広がるかを見て、ちょっと切るか切らないかとか、長さどうするかっていうのを決めましょうかです。前髪もねありますから、ちょっとこう締めて小顔にしたいかなっていう。ちょっと分厚い癖がすごくあって、はい、でもこの癖を生かしてこう巻いてる。だから前髪は宿毛矯正は一度もかけたことなくて、で、ね、今回カットしてもらった時もちょっと量を多くしてもらってカットして、あ、そうなんですね。じゃあ、あえて厚くしてるんですね。厚くしてるんですけど、厚くしない方がいいです。厚くするのは全然いいと思いますけど、質感はちょっと重いかなって気は。ここの厚みと毛先の厚みは別かなって気はするので、あんまりここ分厚くて、ここの毛先も厚いと輪郭がキュッて見えちゃって、逆にクールに見えちゃうというか、ここの肌と髪の毛の境目がすごいパッキリ見えちゃうかなって思ったので、そこら辺はちょっとカットでやっていこうかなと思う。まあ、一回ちょっとシャンプーしましょうか。じゃあ今日解決したいのは広がりを抑えたいよってこと、まあ、失敗されちゃってちょっとダメージもやばいよみたいなところですよね。あとはちょっと髪型、そうですね、ちょっとイメージしてもいいかな。そうですね、一回シャンプーして相談しましょうか。それちょっとお待ちください。結構痛んでますね。ここも引っかかっちゃって通んないですもんね。
こすごいな。そしたら先にざっくり切っちゃおうかなと思いまして、後でまた整えはするんですけど、結構やっぱりこの毛先の状態は切った方がいいと思います。ケアでよくしていくこともできるんですけど、なかなか時間もかかるし、やっぱり一度傷んだ髪の毛って戻らないっていうかするので、質感は良くなるんですけど、ちょっと切りましょうか。ちょっとボブ寄りというかショート寄りにしていこうかなと思うので、じゃあちょっと一回ざっくり切っちゃいますね。はい、なんか傷んじゃってるだけでやっぱり髪の毛って広がって見えちゃったりとかするので、広がるようになってからさっきもちょっと老けて見られるみたいな話をしたじゃないですか。なんかそこもあるんだろうなっていう。でもなんでそう感じたんですか？なんか友達にそう言われたみたいな。髪バサバサだと思う、そこを老けて見えるっていう、もうイメージ、おばさん頭みたいなイメージって、まあ艶がある方がいいですよね。なんか年齢が若く見えるか若く見えないかとか、そういう風なのってやっぱ髪の毛で決まるとかってなんか前聞いたことがあって、すごい大事な要素だと思います。なんかお化粧して髪汚いのよりは、まあ、すっぴんで髪綺麗な方がそれっぽく見えるというか、結構大事ですよね。それこそ保育士だからこそちょっと綺麗にしときたいっていうのがあるんですけど、子供って正直だからすごいですよ。前髪ちょっと切っただけで、先生髪切ったでしょとか言いますよ。すごい鋭い、鋭い。女の子、そう、男の子でも言いますよ。言うんだ。責任重大ですね、今日。そうですよ、めちゃめちゃ髪綺麗だねって言わせないといけないですよね。報告しますね。今ちょっとざっくり長さを整えました。この後トリートメント塗ってちょっとサラサラにしていきます。結構ねテロンってしちゃってるから、ケアもしっかりやっていきましょう。痛むとテロンってなるんですか？テロンってなりますね。髪の毛のタンパク質がもうない状態というか、なんか YouTube で見たんですけど、なんかピーンって引っ張ってビローンってされてたじゃないですか、ダメージ診断じゃないですか。あれがそうですか？あれレベルマックスです。私もだからなってんのかなと思ってやってみました。テロテロですもん。引っ張ってほら、これぐらい伸びますよ。ほら、わかります？こんな指動くのが相当じゃないですか。ほら、すごい、こんなのね。そう、ブリーチとかパーマとかカラーとか頻繁にやっていくとこれぐらい痛む人はいますけど、でも長さもね、だいぶ切ったんでちょっとキュッとなりましたよね。で、この後ちょっとここら辺のレイヤーとかは乾かしてから入れて、少しここのバランス整えていこうかなと思います。ちょっと一回お薬塗っちゃいますね。ツルツルになるやつ、超欲しいです。一回ちょっとこれ塗ってベース作って、ちょっといろいろやります。はい。ありがとうございます。お願いします。塗ってもらいますね。はい。お願いします。前髪もパーマかけてますか？前髪はかけて、自分の癖なんですよ。ここの中に癖があって、その癖がちょうどいい感じにふんわりなるんですよ。あ、そうなんですね。じゃあそこは結構ご自身の癖そのまま生かした方がいいかなと思うので、前髪このままにしてもいいですか？このままです。はい、じゃあちょっとこれでお時間を置かせていただきます。はい。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。どうですか？結構収まり良くなりましたよね。でもこのぐらい長さが好きです。そうですよね。ここまで良くなると切りやすい。そうなんですね。やっぱり傷んでたら切るのも切りづらい。切りづらいですね。やっぱ広がるんで。そうなんですね。さっきのはある程度荒切りなんで、ここからただ整えてやっていきます。カットもできて良かったです。まずそうですね、今日の場合はむしろ切った方がいいなと思って増やしましたけどね。もう全然収まりが違いますね。乾かしてからまたちょっとドライで切りますので、ここが分厚く切られたじゃないですか、写真のやつは。どうしてもそういう風になっちゃうんですよ。で、ここを軽くしてって言うと跳ねるからやらない方がいいとかいろいろ言われちゃってて、なんかおかっぱっぽくなっちゃうと思うんですよ。そうなんですよ。そうですよね。それはちょっと好きじゃないというか、まあなんかちょっと違うかなと思って。そうなんですよ。なんか若い時、ちびまる子ちゃんみたいとかって言われちゃったりとかしてて、なんか別にシースルーとかじゃなくてもいいんですけど、ちょっとこの質感を変えてあげるだけで変わりますよ、印象が。どうですか？違いますね。良かったです。いいですね。ここがボワンってなってないですよね。収まりがいいですよね。コンパクトを求めてたんで、乾かしてからまたもうちょっと量感整えますんで、ちょっとお待ちくださいね。嬉しすぎる。乾いた時の収まりの良さ半端じゃないですよ。こうなりたかったんですよ。このシュッてなってるのが結構ポイントかなっていう。下の方が軽いですよね。しかもまだ肩途中なんで、これから行きますか？まあまあ、そんなめっちゃ変わるわけじゃないですよ。でも楽しみ。
触りました左側。触りましたよ。張り腰出てね、ツヤも増して、まあ、長さ切ってるんでね、うん、ある程度はもちろん変わってるんですけど。でもそんなにすごいイメージが変わることじゃないんですよね。そうそうそう、すごい切ってるわけじゃないんで、うん、ちょっとグラデーション入るだけで、ほら、シュッてなって、この膨らみの位置が、この頬骨の横に上がりましたよね。もう本当にだから、ずっとおかっぱになっちゃってたんで、だからちょっと前下がりにして、アイロンとかでなんかしてたんですよね。そうですよね。これだったら、クールな印象にはならないけど、扱いやすくできるかなっていうところですね。全然違うんですよ、これ。違います。チェリマルコちゃんじゃなくなった。キュッと入りますね、ほら。あ、ふんわり。これはお子さんたちにもうね、ちょっと今日見てに行こう、白髪治ったよって。なんか前髪の感じとか全然違いますね、うんうん、こっちの方がバランスいいかな、質感とかも含めて。ほら、どうです。いつもこっちに流してるからこうなってますよね。そうなんですよ、ここに関してはね、もともとの癖が。しょうがないですよね、いつも手でこうやっちゃうから、うんうん、いいんですよね。いや、めちゃめちゃいいと思いますよ。逆らわない方がいいね、はい、こういうのは。一回見せますよ、うん、何にもスタイリングしてない状態で、うん、これです、うん、よくないですか。いいですね、収まりすごい変わりましたよね、うん、これはインスタとかに載せちゃおうかと思って、はいはい、今日こうなっちゃいましたって。そうなんです。素敵なクリスマスイブでしたって載せようと思ってるんで。いや、いいです。、うん、でオイルはエルドットのオイルの方がいいですかね。見たことあります。エルドット、うんうん、これでも3プッシュぐらい、これぐらい出しちゃって手になじませたら結構大胆にガーッとつけちゃっていいです。そうするとまとまる。つけるんですね。よくやっちゃうのは、もう手のひらで表面をこうやって。やっちゃいました。これもうただの油ギトギトになっちゃうだけなんですよ。知らなかった、そんなの。初めて知ったんですけど、そんなこと教えてくれる美容師さん今までいなかった。あ、本当ですか、うん、今日出会いました。やったー。オイルでも本当大事なんで、うんうんうん、つけるだけで質感おしゃれな感じになるので、うん、で、余ったこういうほとんどないじゃないですか、うんうんうん、これで前髪とか触るんですよ。あ、なるほど。そう、みんな前髪とか顔周りから触りすぎで、うん、こうやって口で溶かしてあげれば、うん、一気に馴染むんで、ほら、全然違いません。ここもう引っかかっちゃって通んないですもんね。嬉しい嬉しい、よかった。こんな感じですよ、はいはい、後ろも、うん、見えます。こうしたかったんですよ、あの丸くなるのが嫌だって、ね、違いますよね、うん、なんか最初言ってた前下がりの感じだとこういう感じなんですよ、うん、こうなっちゃってシャーンってなってて、うんうん、ここに長さが一番残って角がある感じなんですけど、はいはい、そこをなくして平行にしてちょっと気持ち前上がりで丸みをつけて切る感じですね、うんうん、そうするとこの折り紙勝手に出るんで、うんうん、前から見た時もここの厚みが違いません？結構ドゥンドゥンって感じだったじゃないですか、うん、これもシュッてこう入れて顔を細くして、ここにやっぱふんわり感があった方が綺麗かなって。上が短くなってるってことですよね。そう、それもちょっと活かしてます。もともと傷んで切れちゃってたりとかもしたので、うん、そこももともと短いんで、うん、これも活かしちゃえってことで再生させていただきました、うんうん、ありがとうございます。めちゃめちゃいい感じ。嬉しい。どうでしたか。もう嬉しくてウキウキして、はい、このまま本当出かけたいぐらいです、はい、今から夜じゃなければ、めちゃめちゃ綺麗になりましたね。いや嬉しいです、こちらこそ。でまたよろしくお願いします。こんなイケメンのお兄さんと嬉しい。最高のクリスマスです。皆さんもチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあまた他の動画で、バイバイ。